種苗法改正で日本のね、米が狙われているっていうふうには思うね。米だけじゃないです。大豆も、麦もね、小麦もそうですね。こういう主要穀類が狙われてるんじゃないかと思います。これまでですね、この主要穀類っていうのは農研機構が3割で、政府が、5割だから、80%その権利、それから品質の開発、改良、開発っていうのは、国と農研機構が持ってたわけですね。ですからね、すごい安心してたんですよ、農家としては。ところがですね、やっぱりどん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 種苗法改正によって大変なことになってしまったわけですね。まずね、歴史を言うと、日本の伝統食っていうのは米であり、麦であり、それで、まあ、大豆、野菜、魚、こういうものからですね、GHQ によってですね、まあ学校給食から初めてですね、重病気が始まりましたから、まあ不自然な小麦、グレージングいっぱい入って、消化的な小麦、で、なんか GM、まあこういうね、大豆で遺伝子組み換えしてるかもしれないような大豆も、それからコーン、肉、油中心のこういう食に、変わっていってしまったということが一番の問題だと思いますね。そして、1978年に、ユポフっていうね、UPOV っていうんだけども、そのユポフ条約ができてしまってですね、これは、育成者の権利をね、守るという条約、これまずいことになりましたね。こういうのができてしまったのが、1978年なんですよ、皆さん。そして、もう極めつけはね、2017年に TPP、というのに私たち入ってしまって、この国は。内閣府の規制改革委員会起案の、さあ出ました。農業競争力強化法。これ出来上がっちゃったわけですよ。そうすると、種を民間へ移行する規定だったんですね、これが。やばいことになりましたね。それで、その1年後、2018年。この国と農研機構が持っていた8割の主要穀類の種子の、供給体制を壊すためにね、主要農産物種子法を廃止してしまったんですよ。これはえらいことです。これ2018年、そうです、思い出しました。そしてね、私たちの、まあこういう主要穀類を提供するのがね、国の配下じゃなくなっちゃったということなんですよ。で、それをする予算ももう全くなくなったということです。2019年、日本政府はゲノム編集は遺伝子組み換えじゃないとして、標準不要である、栽培流通に規制かけなかったわけです。ゲノム編集は体の良い遺伝子組み換えです。で、2020年から2022年、プランデミックでですね、コロナ危機をやってですね、食料店、まあそういうね、飲食店というのの規制があってね、そこで米が暴落しました。日本の米は暴落しましたよ。でもアメリカから入ってくる米は規制をかけなくて、日本の米農家だけが売れなくなって、米作った分だけ、本当に損になる。そうなると、米作りもやめてしまうということが起きてしまったわけですよ。2021年。緑の食料システム戦略として、有機農業推進対策、ゲノム編集と RNA 農薬を上げる。有機農業にゲノム編集、遺伝子組み換えと RNA 農業が来てしまうとはどういうことだと思いますね。2022年4月、いよいよ今年の4月、今ですね。種苗法が改定された暁において、主食の米も例外なく、育種権の許可がなければ、農家は自家採集を植える、作る、やることはでき、取ることもできないということが決まってしまいましたからね。この4月からですね、まあ米だけじゃなくて、もう本当もともとこのように、登録品種になったら400ぐらいしかなかったのに、一気にですね、8000種以上、種とか苗が、これが自家採集禁止されてるわけですよ。一時禁止なんですね。ですからこういうのはね、世界見てもイスラエルと日本だけなんですよ。これもとっても登録品種のね、ほんと一時禁止って、一時増殖禁止っていうのは、イスラエルと日本だけどうしたのでしょうかね。例外を必ず設けたのに、これは例外日本にはなかったわけです。今ではね、この種苗会社のナンバーワン、
バイエル・モンサント。農薬もナンバーワン、バイエル・モンサント。多国籍企業が、種から、農薬から、全部持って、化学上も同じですね。もうこれはじゃあ日本の農業が、本当に企業に乗っ取られるということになってしまっているわけです。それが種子法、廃止、病法改正の悪性でしたよね。悪法でしたね。さてさて、もうこれは困ったことになりました。今までね、一般品種だったコシヒカリだってね、今では、新潟では8から9割ぐらいがもうね、登録品種に置かわってしまったわけですよ。ということは、これは米だけじゃなくて、麦も大豆も、伝統野菜も、どん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 そのように変わっていくっていうのはもう目に見えてますね。本当に秋田県ではね、秋田県外に枝豆もスイカの大根も稲も、県外から4月1日から出しちゃいけないというね、それで自家動植禁止となってしまいました。山形県で秋田県のこれらの品種を栽培している農家は、4月以降、その品種は栽培できなくなっちゃって、それ栽培するところの木とかね、そういうのも切ってしまったところもあったわけですよ。種にね、知的財産権を認めることの大きな戦い、海外でも起こってるわけじゃないですか。ですから、民間化というのは、外資系乗っ取りの、これはね、そういう政策なんですよ。郵政、貯金、それから年金、これの民営化が始まりましたよね、小泉さんによって。で、農協の貯金や施設の民営化、これも始まりましたね。そして、終身雇用から、この、派遣社員制度を導入した竹永平蔵氏。これによって日本人の給料がものすごい下がっていったわけですね。そして今度は、水道民営化。このようにして、今、宮城県は、水道、下水道、飲み水も含めて、すべてを、これを民営化して、日本企業も入ってますけど、フランスの企業も入ってます。そういう企業に渡してしまったわけですね。これって、いいんでしょうか？公共的なものというのは水とか空気だとか種とかね、森林とか海とか、この公共的なものを維持企業が持ってはいけないと私は思うんですけど、皆さんどう思いますか？そうだって言ってる人いるかな？うん。さあ、豊家グループが推進すること。ですから、急いでこの皆さん、もうマンション住んでるから先生、種植えられないの？じゃない！もう早くこの、ね、豊家キット、うちの種から取ったね、このですね、苗も、ね、堆肥もあるから、それで植えて自分たちでこう食べていこうじゃないか。それをするのを推進したいわけね。今こそ自然型農業を始めよう。食べ物の自給率が少しでも上がっていくと思いますんで、それしてほしいんですよ。そして、食料安全保障は自分で守っていきましょう。農薬化学肥料を使わないようにしましょう。大切なミネラル。この農薬化学肥料をやると、これらが持っている、野菜が持っているミネラルもなくなり、それどころか食べれば食べるほど体が具合悪くなります。そして、私たちはそれをまかないことによって、このね、土の中に行ってる土壌菌、そのものも大事にできると思います。土壌菌がなければいいミネラルはできないわけですね。それで私たちが種を取り続けること、それこそが本当にシードバンクだと思います。で、みんなで交換しましょう。で、種が取れる在来種にしましょう。F1 とか有性不燃とか遺伝子組み換えだとか、放射能をかけずるものとか、そんな種は使わないようにしましょう。種はもともと人類、農家の共有団体であります。人類の財産でありますから、自家採集規制に反対しましょう。私たちの、自家採集を、止めようとする規制に反対しましょう。私たちの税金で開発された農研機構や、この国民の財産である種に対して外資に渡されないようにみんなで頑張って反対しましょう。監視しましょう。安全な食べ物を食べましょう。そしてもっともっとみんな賢くなろうじゃないか。